やっほー。だいぶ寄り道してしまいましたが、ようやくコンステレーションの本部に到着です。きっとコンステレーションの人たちも、待ちわびて首がキリンになっちゃってるよ。渡された時計が扉の鍵になっているようです。つまり時計が盗まれたら、誰でも入り放題ってことだ。頼もう。道場破りかな？ここがコンステレーションのハウスで、中に入ってメンバーとお話をしましょう。バレットなら、これで君はより大きなものの一部になったというでしょう。そしてここを家だと思ってほしいと願うでしょう。まったく馬鹿げ。お客さんが来たようだ。コンステレーションへようこそ。話すことがたくさんあるわね。仲間の身に何があったか説明してくれる？なぜあなたが代わりに来たの？あれれ、メンバーには連絡済みじゃなかったのかい？バスコは連絡済みって言ってたよ。なるほど。バスコ、確認を。全ての発言は事実です。はっ、バレットらしい。我々の宇宙船とロボットをチンケな採掘業者の見ず知らずの作業員に明け渡すなんてな。ウォルタ。我々が緊急プロトコルの導入を強要しなかったら、今頃この削岩機はネオンに向かって一直線だった。でもそうはならなかった。ここに来た。アーティファクトを持って。待ってよ、ありがとう。それじゃ、目の前の問題に集中しましょうか。入手した時の様子はどうだった？誰か何か見たり聞いたりしなかった？幻覚と幻聴が聞こえてハイになったぜ。危なすぎる発言。面白い。バレットの話と似てる。尾ひれは少ないけど。さて、ご挨拶も済みましたし、本題のアーティファクト。起きたことは疑ってないさ。だがな、カトリ、おとぎ話を信じろというのは。これが全宇宙最大の謎だとしたら、究極の謎の一部かもしれないだろう。あなたたち、話がそれてるわよ。ノエル、あなたの理論を試す時が来たわ。はい、それでは、アーティファクトは互いに反応することが分かっています。すでに持っている。待って、ディスコードの通知音が入ってる。結構前から入ってたよ。やっちまった。昔それで怒られたことがあるんだ。ということで通知を切ってきました。これで音が入らないはず。アーティファクトをこのテーブルに乗せて。そうだ、他のと同じように。私たちも当初は2つしかないと思っていたんだがな。お、動き始めたぞ。すごい、やっぱり反応してる。ほら、まとまろうとしています。間に発生してるエネルギーがすごい。友人政権のどんな人工素材でもこんな反応は出ません。リラックス、深呼吸して。心臓発作を起こすわよ。これだけじゃないってことだ。まとまろうとしてるならセットで存在するはず。友人政権外の知的生命体が作ったものだ。例の賭けは2000クレジットだったな、カトリン。受けるよ、ウォルター。まあ、答えが全部分かってたら楽しみがなくなるでしょ。話を変えて悪いが、新しい友人をどうするつもりだ？それで仕事の準備はいい？この小宇宙を探索して暮らす生活が向いてるかどうか試してみる？ということで、アーティファクトを探して宇宙を飛び回る旅が今始まるわけです。いいわよ。でも泊まる場所は必要じゃない？ここに泊まっていきなさい。そのくらいさせて。用意できたら声をかけて。あと、これアーティファクトを持ってきてくれたお礼よ。クレジットに加えてブースト機能がついたバックパックを用意してあげたんだけど、どうかしら？ん？きっと現場で必要になる。頭には気をつけてね。おやおや、ブースト機能付きのパックということは、ちょっと空を飛べるのかな。ジェットパックほどではないけど、台風ができそう。じゃあ装備を変更してみましょうか。これだこれだ。ブースト機能だけじゃなくて防御力自体もちょっと上がるね。これに装備を変えましょう。おや、あ、これはスキルポイントだね。レベルが上がるとスキルポイントがもらえるよ。そのスキルポイントを割り振っていく感じだね。なんか、すごい数のスキルの量が見えるんですが。100個以上はあるかも。しかも、それぞれがレベル4まであるっぽいから。全部コンプリートしようとしたら、レベル400ぐらいになってそう。何百時間かかるんだろうね。
とりあえず今回は2個触れるので、酸素量が 10% 増えるやつと入手できる資源量が増えるスキルをつけました。何が強いのかわからないので適当でいいのだ。では空とお話をしてみましょう。ササラちゃん、ここからは本当に未知の領域。昔ながらの調査を始めましょう。アーティファクトは岩盤から取り出せば比較的おとなしくなる。つまりアーティファクトと知られずに人々の間に渡ってるかも。各地の知人に妙な金属の物体を見つけたら教えてもらうようにしてるの。ほとんどの情報は無駄だけど、 UC ヴァンガードからの情報は価値がある。 UC ヴァンガードって何？遊べる本屋だよ。ヴィレッジヴァンガード、コロニー連合領域の辺境警備を支援する義勇軍ね。いつも新兵を探してるわ。たくさんの退役軍人や鋭いプロに混じって船のレーザーキャノンが取れかかってるような素人やら、いろんなのがいる。採用事務所にも知り合いがいるから、志願者について情報が入ってくるの。なるほど、また別の軍事組織ってやつね。 UC だからコロニー連合ではあるか。もう人類学に走るの？まあいいわ、誰にだってそれぞれ動機が必要よね。それだけじゃない、この機会にあなたに対処できる力があるかどうかを見たいの。私たちのことも知ってほしいし、今回は私が同行する。アーティファクトを見つけるか、今回の情報が無駄だったと分かるまで一緒に旅しましょう。あら、サラがついてくるのね。大丈夫かな？銃弾が飛び交う世界です。きっと体が鋼鉄でできている人なんだよ。まずはマストへ向かいましょう。ヴァンガードの採用事務所に知り合いがいるわ。それからあなたの経歴や行動様式は問わない。 UC 警備隊をここに出動させなければね。コンステレーションのメンバーは各自の判断で動く。分かった？分かった。分かってなさそう。よし、それじゃあ一緒にニューアトランティスをちょっと見に行きましょう。それではそんなところで今回はここまでです。そしてこのシリーズは今回で打ち切りです。だってこのシリーズを投稿し始めたらフォロワーが減ったんですもん。ほうまいな。ということで、また別のシリーズをよろしくお願いします。明日からはまた普通の投稿ペースに戻りますので、1日2本ずつ投稿するのは心身が取られるからやめようね。ではでは、 See you。 教えてくれ。